サビさん、上司大学行ってみたいと思います。今日の英文法の全体図はこちら。まずは正誤問題でございます。サビさん、上司の正誤問題、大問一つにつき小問10個あるんですが、その中の6問はですね、すでに別の動画で配信済みでございますので、まだ扱ってない4問を今日はご紹介したいと思います。そして皆さん、4問だけだったらすぐ終わってしまいますので、続いて単語熟語の問題、これは4問いきますからね。で、皆さん、問題を解きながらですね、大事な情報が出てくるんですが、それを皆さんこの授業の最後にまとめますので、まず皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。すみません、こちら説問の指示の一読をお願いします。このあたりはもうすでに別の動画で撮影しておりますので、この後下にずらしますね。すみません、こちら問いの34番お願いします。これヒントをくれるのは文末のユースですよね。もちろん左側に possible という形容詞が来ておりますので、今回のユースは名詞ですからね。となってくると皆さん、そのユースの左側における前置詞と言われたら思い出せますか？ユースはもちろん利用とか活用、形がないものですので、そういうものを抽象名詞と呼んでましたね。で、その抽象名詞とセットで使うものと言われたら for ではなく of ですよね。ですから正解は D、 for を of に変えるということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて問いの35番お願いします。これ1行目の真ん中に is という動詞がわかりますよね。ということはその左が person、 これが主語ですよね。で、皆さん、 is という be 動詞の右側には本来形容詞が来るはずなんですが、見ての通りないですよね。で、皆さん、それどこ行ったんですかっていうと、もちろんこれでございます。皆さん、 the more点点点 the more、 そうです、 the 比較級、 the 比較級ですね。で、皆さん、それがやってくると皆さん、本来このあたりにある形容詞、それが皆さん文頭に引っ張られるんですね。ですから形容詞として存在しているのはこの下線部 A でございます。あと皆さん、選択肢の A の assimilate、 皆さん、意味と自動詞、他動詞、大丈夫ですかね。もちろん同化する、ですから同化したよー、なーにょーということですので、他動詞ですね。ということで皆さん、後ろに目的語があるんじゃないかなと思うんですが、当然今回は a person で、これ目的語じゃないですよ、 is の主語でございます。ですから他動詞の後ろに目的語がないんですね。で、あと皆さんも思い出すだけでございます。他動詞の後ろに目的語がなければ受動態、もしくは過去分詞にすればよろしかったですね。ですから正解は A、 assimilating を assimilated、それに直すということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの36番は別の動画で解説済んでおりますので、37番ですね。お願いします。さあ、下線部の C の右側がヒントですね。ウニアネザビギニング。もちろん for ではまずいですね。そうです。正解は下線部 C ですね。for from。それに変えていただいて、from the beginning、 当初からという意味でしたね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。で、皆さん、問いの40番お願いします。皆さん、これも下線部 B の右側がヒントになりますね。皆さん、 to the end、 これでしたでしょうか。違いますよね。皆さん、 in the end という熟語がありましたね。ですから正解は B ですね。 to を in に変える、 in the end、 結局最終的にということでよろしいかと思います。さあ、続いての設問の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの41番お願いします。で、これ多くのギリシャ語はどういう意味を持っているのかということですが、ヒントはそのコンマソーザットの右側ですね。皆さん、読んでみると分かると思いますが、空間とか時間、そして話者という話がありますね。それによってうにゃうにゃな意味があるんでしょうね。
ですから正解は D ですよね。Multiple ということですので、みさ、多様なという意味でしたね。ですから空間、時間、話者によって様々な意味がありますよという話でございます。もちろん A は特別な、B は近い、で C は手の込んだ、もしくは入念な。入念とかいう話になってくると皆さん準備とかにつながりますよね。ですから今回はあくまでもミーニングスでございますので D が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いてトヌ46番お願いします。皆さんこれは空所の前後をよく眺めていただきますと助動詞の過去が出てきてますよね。で皆さんこれを見たら真っ先に考えるのが仮定法ということでよろしいかと思います。で皆さんその仮定法の中で使えるものと言われたらもちろん正解は D ですよね。 Otherwise、 さもなければ、そうでなければということでよろしかったかと思います。で皆さんちなみに A の but はしかし、 B はそれゆえ、 C はその代わりにということですね。ですから今回の正解は D ということでよろしいかと思います。さあ続いてトヌ47番お願いします。皆さんこれは空所の前後で、あ、うにゃうにゃ of、 これでなんか熟語で皆さん見たことがあるものあるかと思います。もちろん正解は A ですよね。 A body of、 一連のうにゃうにゃ、その熟語の確認ということで A が正解でよろしいかと思います。さあ続いてトヌ48番お願いします。でこれ文頭を見ていただきますとかなり汚い様子が伺えますね。でなんですが、まあ一生懸命作業したおかげで1時間後にはかなりのうにゃうにゃが明らかになったんですね。ですから今回は considerable、 かなりのということで数量にまつわる表現がありますよね。まあかといって B の increase ではないですね。家の話でございますので上昇も下降もないですね。ですから残りの ACD、 これの中でかなりの数量にまつわる表現と言われたらもちろん正解は C ですよね。 Improvement、 かなりの改善が明らかになりました。もちろん改善でございますので、まあ、例えば5ポイント改善できましたとか、そういう数量にまつわる表現でございます。で、皆さん逆に A の清掃や D の秩序ですね。それは数量とは関係がないお話でございますので、やはり C が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。今ご紹介した情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番目。うにゃうにゃプラス抽象名詞と言われたら前置詞オブと併用しましたね。で皆さん問題には絡んでいなかったですか？オブプラス抽象名詞は形容詞に書き換えることができたかと思います。ですから of use、 これなら use for、 これに書き換えることができましたね。そして皆さん2番目、ザ比較級、ザ比較級、うにゃうにゃすればするほどますます点点点。そして3番目、他動詞の後ろに目的語はなければ受動態や過去分詞にする、こういう原則を使って問題解きましたね。たぶんこの二つの知識ですね。ちょっと不安を抱えている方、すでに解説動画は存在しておりますので、それに関するリンク先、それは概要欄に貼っ付けておきますので、この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして4番、assimilate、うんたらかんたらを同化するという意味でしたね。そして皆さん5番目、from the beginning、当初からという意味でございました。そして6番目、うにゃうにゃ the end、ではこれは in the end で結局とか最後にという意味でしたね。そして7番目、multiple、 多様な。そして8番目、elaborate、 入念なとか手の込んだという意味の形容詞でございました。そして9番目、助動詞の過去を見たらですね、まずは仮定法を疑った方が確実かと思います。で先ほども皆さん otherwise、 それが正解でしたね。そして10番目、 a body of、 一連のという意味の熟語でございます。皆さんこれ a body of ですね、たまに見かけますからね。そして11番目、 considerable、かなりのという意味でございましたね。ということで皆さん、全部まとめてみました。さあ皆さん、ご覧になっていただいて知らない知識はありますでしょうか？もしありましたら、この後ノートを取っていただいて。皆さん、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、さあご覧になってください。